海上自衛隊の最新鋭大型潜水艦、ワクゲイが中期防衛力整備計画され、タイゲイ型が現在就役しています。そんな海上自衛隊潜水艦で、リチウムイオン電池が採用される前、スターリング AIP が最強と言われていました。今回は、なぜ、スターリング AIP が終焉したか。詳しく見ていきますね。やはり、リチウムイオン電池の大幅な性能向上と安全性に、スターリングエンジンの低出力先行時でも、充電可能なメリットを多く上回る性能結果が出たんですよね。これは、限界を超える日が近いですよね。そう、夕方1番艦から10番艦までの水素配管を利用し、水素エンジンに魔改造なんて話はないですよね。もともと、海上自衛隊潜水艦の謎は山ほどあり、艦隊に使用されている合材から推測すると、結構深く潜れるのではと思ってしまいますが、実際のところ、機密情報であるので、結局は想像に終わってしまうのが現状です。世界的に見ても、潜水艦の潜水深度、水中速力、連続潜航時間のデータは、非公表かつ最高機密に値するため、その実力は推測するしか方法はないわけですが、通常動力潜水艦では、世界最高水準にあると、海上自衛隊潜水艦について、推定されている性能諸言を紹介していくとしましょう。海上自衛隊の最新鋭潜水艦、タイゲイ型以外で、リチウムイオン蓄電池を搭載して就役済みなのは、双竜型潜水艦の11番艦、王竜、呉基地所属第1潜水隊群第3潜水隊と、12番艦、東竜、横須賀基地所属第2潜水隊群第6潜水隊の2隻となっています。双竜型潜水艦の諸言で分かっているのは、全長 84.0 メートル、最大幅 9.1 メートル、水中排水量4200トンの大型通常動力潜水艦で、10番艦、双竜までは、非大気依存推進、AIP である。スターリング機関を搭載したディーゼルスターリングエレクトリック方式だということです。前とした、王竜と東竜の2艦は、ディーゼルエレクトリック方式を採用して、リチウムイオン蓄電池が搭載されており、竜型潜水艦の当初の計画では、先行中動力として、燃料電池の搭載が検討されていたことは、世間一般的には、あまり出回っていませんでした。検討していた燃料電池とは、燃料の電気化学反応によって発電する電池のことであり、通常の乾電池などを指す二次電池と違って、様々な燃料を補充することで、永続的に発電可能かつ、発電効率の高い電池として、各方面で研究が進められているものです。防衛省傘下の防衛装備庁、旧技術研究本部では、当初、ナトリウムアマルガム燃料電池の採用を検討していましたが、使用される水銀が大量に必要であったため断念し、酸素、水素型電池の開発に方向転換して実用化にこぎつけたわけだが、潜水艦搭載にあたって燃料となる液体酸素の取り扱いへの不安を払拭することができなかったのです。このような経緯から、双竜型潜水艦に対しては、AIP であるスターリング機関の搭載を決定し、当時の技術研究本部では、水面下で、次世代潜水艦用蓄電池となる、リチウムイオン蓄電池の開発を着々と進めていました。リチウムイオン蓄電池のメリットは、鉛蓄電池の欠点であった、水素ガスの発生がゼロで、エネルギー密度が、2倍以上、かつ、1.5 倍以上の繰り返し満つる放電回数ができるようになり、その充電時間も短く、放電による電気容量低下が少なく、長時間の効率放電が可能であることなど、海底で任務を遂行する
潜水艦として優れた特性を発揮することができます。このリチウムイオン蓄電池を、双流型の5番艦、追流から搭載する予定でしたが、大芸型から搭載することになり、結局は、前途した11番艦、王流から搭載されることになったというわけです。搭載するにあたり、双流型のスターリング AIP 機関は踏襲され、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換する方法と、スターリング AIP システムも含めて、リチウムイオン蓄電池と置き換える方法の2つが検討されていました。しかし、この2つを比較すると、後者の AIP も含めて置き換える方が、コストは高くなりますが、水中出力が大きく、連続潜航時間が長くなるという結論から全置換することが採用されたのです。リチウムイオン蓄電池を採用することによって、様々な面で高性能となったと思われがちでありますが、実際のところ、スターリング AIP システム搭載艦と比較すると、軸馬力が8000馬力から5600馬力に落ちています。このことから、王流、東流に関しては、10番艦までと比較すると、水中における瞬発的最大速力は、単純に20ノット、時速 37km から18ノット、時速 33km に低下しているという計算になりますが、鉛蓄電池が高出力を発揮する時間は意外と短くなっており、10番艦までは最高出力20ノットを発揮できるのがわずか5分間であり、連続潜航時の水中最高速度は16ノットまでしか出せません。それがリチウムイオン蓄電池ならば、長時間にわたって、持続的に高出力を発揮することができるため、王流、東流の連続潜航時の水中速度は、2ノット増しの18ノットを維持することが可能で、さらに、連続潜航時間が10番艦までは2週間だったものが、1ヶ月に伸びています。確かに、半永久的に潜航できる。原子力潜水艦と比較すると物足りないと思うかもしれないが、結局、人が乗り組んで運用する以上は、半永久的といっても、食料の補給や乗組員の休養のために定期的に浮上しなければならなく、1ヶ月の連続潜航時間が可能であれば十分と言えるでしょう。以前の双流型で採用していたディーゼルスターリングエレクトリック方式では、フル充電のために必要なシュノーケル航行時間が5から7時間は必要であったが、リチウムイオン蓄電池は急速充電により2から3時間でフル充電が可能であるため、作戦運用上のシュノーケル航行時間が大幅に短縮され、敵から発見されるリスクが軽減されることにつながっています。加えて、ディーゼルスターリングエレクトリック方式の双流型では、AIP のみの潜航も可能であるため、シュノーケル航行をせずに潜航することもできるが、単独 AIP の水中速度は、5ノット程度になってしまい、第二次世界大戦時の潜水艦並みであるため、実用的とは言えません。実際に、潜水艦の最大潜航深度は、最高機密とされるスペックであるため、防衛省が公表したわけではありませんが、双流型の潜航深度は、600メートルから700メートルと予測することもできます。さらに言うと、双流型の艦隊には、NS110 鋼材という世界でも、最高水準の鋼材が使用されているため、理論上は、1000メートルの水圧にも耐えられるので、最大潜航深度900メートルまでは可能だとも見られています。なぜ、このような予測が立てられるのかというと、海外製通常動力潜水艦の輸出タイプのものは、スペックが概略公表することが義務付けされており、最大潜航深度においては、ロシアのキロ級潜水艦で300メートル程度、ドイツの200級型も300メートル、214型でも400メートル程度と記載されており、原子力潜水艦は、
500メートルから700メートルが一般的で、アメリカの高性能原子力潜水艦シールフ級で900メートルから1000メートルと言われているからです。また、アメリカ海軍の主力であるロサンゼルス級原子力潜水艦で最大潜航深度600メートルと言われていることから考えても、双竜型や次世代の太平洋型の最大潜航深度、推測は、原子力潜水艦と比較しても遜色がないため、中国やロシアの原子力潜水艦にも十分に対抗できる性能を持っていると言ってもいいでしょう。戦うのではなく防衛することを目的にしている日本は、世界と比べ、どうしても武力や軍事力が劣ってしまいます。その日本が、中国やロシアの原子力潜水艦に匹敵するような性能を持った潜水艦を持っているというのは、少し自信につながりますよね。防衛力さえ劣ってしまっている日本だったら、海外からたくさん攻撃されてもしょうがないと感じますが、対等に渡り合える防衛力があるというだけでも、少しは安心です。さすが技術国、日本です。そして、潜水艦において、最重要性能である、静粛性においても、海上自衛隊の潜水艦もクルーも、世界でトップクラスであり、ただでさえ騒がしい人種が乗り組んでいる、中国原子力潜水艦と比べて、はるかにスペックが優れていると、断言してもいいですね。実戦はないですが、毎日訓練を積み重ねている海上自衛隊ですから、間違っても、ロシアの動員令の際に集められた人員のような人たちはいません。そして、さらにそこに重なるのが、日本人気質といった性格面でしょうか。日本人は、一人の成績ではなく、チームの功績を大切にする説がありますから、そういった傾向は、自衛隊のようなチーム戦の中ではかなり有力なのかもしれません。一人では行動できないといった短所も、このような戦いの状況になればメリットにもなるのです。その点、イメージではありますが、中国やロシアといった国は一人一人の主張が激しそうなので、このようなチーム戦には向いていないのかもしれません。いちいち喧嘩をしていては、勝てる戦いにも勝てませんよね。ともかく、高性能かつチーム戦に強い日本の海上自衛隊が乗る潜水艦は、いかに世界と戦うだけの性能を持っているのか、世界に通用する防衛力を持てているのかがわかりますよね。日本は、戦争をしない国ですから、国を守る手段としての防衛力を少しでも高くし、世界から攻撃されても屈しない強い国になってほしいですね。戦いは攻撃するだけではなく守ることも含まれるのですから。